2022年6月17日 G3 第9回イースタンヤング優勝戦、ヤングダービーの優先出場権をかけた次世代スターの戦い。優勝戦に勝ち上がった6名のレーサー、激闘を制したのは、今回のイースタンヤングウィナーは宮野原浩輝、2イースタンヤング制覇、通算8回目の優勝。ポイントは質のいいスタートからの圧倒撃。近況は絶好調、少し遅めでも質のいいスタートを心がけるようになったと戦略を変え、エース機のパワーも相まった独走で頂上決戦ヤングダービーへの優先出場権をゲットした。 G1 初 V に向かって一直線で突き進む宮野原浩輝の次走に期待だ。